グランパルクは愛知県長久手市にあるユニー株式会社が運営するショッピングセンター。各店舗はアピタ長久手店である。ユニーにおける中京エリアの基幹店舗の一つであり、名古屋事業部のサテライトオフィスを設置している。中部日本放送が運営する住宅展示場 CBC ハウジング長久手住まいの公園の跡地に建設された。 グランパルク建設に伴い、同施設は、当地から、グリーンロードを東へ3キロメートルほど進んだ、長くて志願作長町鶴に移転している。入り替え結構園駅のすぐ北側にあり、地上6階地下1階建て。入り替え結構園駅とは、通路で結ばれており、地下1階から2階までが店舗で3階から6階と、屋上までが駐車場となっている。 駐車台数は2100台で、2016年12月に、イオンモール長久手がオープンするまで、長久手市内最大級のショッピングセンターだった。旧ハートビル法の認定を受けた、ハートビル店舗である。グランパルクという名称であるが、特に一般向けにアナウンスをしていないため、各店舗である、アピタ長久手店と呼ばれることが多い。また、専門店街単独の CM も個別に、 放送しているが、それも、アピタ長久手店専門店街と紹介している。かつて、フロアの一区画を、生活倉庫としており、先に閉鎖した、生活倉庫名古屋駅店と同様の陳列方式、商品構成をとっていた時期があった。アピタ長久手店に関するカテゴリー、ありがとうございます。